社会主義解放党とは、アメリカ合衆国の共産主義政党。2004年6月決闘。サンフランシスコに党本部を置く。労働世界党から分裂する形で決闘された新興の政党である。党の掲げるイデオロギーは、マルクスレーニン主義である。アメリカ共産党とは掲げる政治信条や立ち位置が似ているが現段階では、両党に接点や交流はない。 この政党はソビエト連邦に対し肯定的なスタンスをとっており、またソビエト連邦を結果的に崩壊へと導いたミハイル・ゴルバチョフを厳しく批判している。また、キューバへの連帯キャンペーンや資本主義システムを取り入れている現行の中華人民、共和国政府への批判などから政治的には極左とされている政党である。イスラエルを厳しく批判しており、 民族自決を支持する観点からパレスチナ難民の帰還を主張している。2008年の大統領選、2012年の大統領選や、いくつかの選挙に候補者を擁立しているが、当選した例は一つもない。2016年の大統領選には、政府大統領候補として、クロリア・ラリバと友人パリアーが出馬表明。選挙の結果、約7万4000票を獲得した。 2008年、2012年の選挙では1万票未満での得票数であったことを考えると大幅な増加である。機関紙は解放、各週間である。日本在住の人間でも、購読可能。ありがとうございます。